せなかった。みんながホバちまたかわせなかった。冒険だ冒険、よし出発だ。ブラザー白瀬頃です。いつもご視聴ありがとうございます。メンテナンスを紹介していきたいと思います。今日ね、メンテナンスが来まして、でその後12時にねピックアップ開始で、ベネットのピックアップなんで、命の製造はベネットをね上げるチャンスになります。回復力今見てもらったと思うんですけど1万超えてますね。それをやるにはやっぱ素晴らしい旅のまあここ5凸までする必要が結構あるっていうところがあります。まあ、そんな形で、まあ、ベネットこんなビルドですでしょうか。まず HP なんですけど35,000ぐらいで、チャージ効率は200以上ですね、あるといいと思います。でここチャージ効率さらに振ってやるっていう手もありますので、そこは皆さん調節してください。で武器は天空の刃、これがかなり優秀だと思います。元素チャージ効率が上がって、まあ、基礎効率値が高いのでベネットの火力が上がります。これね今回まあ、愛される少女を使っているので旧貴族をつけないんで攻撃力が上がりづらいと思うんですが、天空の刃を使うことによって基礎攻撃力値が上がりますんで、まあ、これでかなり威力がバフが1000ポイント上がったりとかする内容になります。なので攻撃力バフは1000上がって、さらには回復力が1万以上っていう形、まあ、こうなりますんで、まあ、ベネットはかなり強いなっていう印象になります。でなんでここまで回復力を盛るかっていう理由なんですが、まあ、冒険者ランクが低い状態だったらいいんですね。良かったり敵が弱かったり、要するに敵の数が少なかったり敵の攻撃力が低かったりボス戦じゃなかったりするのであれば、回復力4000とか5000ぐらいのベネットとかでも十分対応できるんですけども、まあ、今回これぐらい1万ぐらいの回復力があれば相手の攻撃力が高いっていうのに対応できるし、そもそもベネットの体力が35,000、ベニー冒険だ、相手が例えば本当死んでしまうような威力のタルタリアが敵攻撃してくるような即死攻撃に近いようなやつとかでもベネットに変えれば耐えれるみたいな、そういう使い方にもできるのがタンクのベネットで、まあ、それだけじゃないんですけども、まあ、威力、攻撃力バフを上げたりとか、まあ、いろんな使い方ができるっていうのがこの革命ベネットのいいところですね。で敵のレベル上がるとやっぱり回復力が必要になってきてしまうんで、これをするとかなり楽に戦いを進めることができます。あとはもう添付の使い方とかはもうあまり説明しなくてもいいと思うんですが、素晴らしい旅、これをしっかり上げて HP を上げることによって今のクオリティを保つことができます。で命の星座に関しては、例えば今の回復力ぶりのベネットのいいところはここの一突をしなくても使えたってことですね。で素晴らしい旅の攻撃力アップの効果は HP が 70% 以上じゃないと70% を下回ってるとその体力の攻撃力の基礎値のアップが付与されないわけです。はい、で付与されなくなってしまいますんで、これがちょっとまずい状態になるんですね。だけど HP を 70% 以上にすればいいんだって話ですよね。でベネット今の見てもらったと思うんですけど1万回復するんで、普通のキャラクターであれば 1,2 秒で70% 以上到達してしまうんで、攻撃力による恩恵は得れる状態になるわけですね。はい、なので回復力ぶりのベネットは結構皆さんに相性のいいキャラクターとなってます。ただ今回ピックアップくるんで、できれば5凸を目指してみていただけるとかなりいいんじゃないかなっていう形になりますね。まあ、今回新しく説明し直してるんですけども、最後の命の星座の6凸に関して言うと、炎ダメージになってしまうんで、組み合わせるキャラによっては炎ダメージバフをつけたくないなっていう人とかいると思うんですが、これかなり重要強くて、炎ダメージがさらに 15% 上昇して、炎ダメージに基礎のがなるっていうことで、ディルックであったりとか、シャンリンであったりとか、炎ダメージバフをそもそもつけてるキャラクターとか、そういったキャラクターとかだったらもうかなり優秀な感じになりますね。6凸して片手剣、両手剣、長いキャラの炎系のキャラクターは相当強くなります。これなんだろう、ベネット自体も強くなるんで、これぶっちゃけ、はい、火力ぶりのベネットを作る時でも6凸優秀です。だから僕の場合は物理レーザーをメインで使ってて、物理レーザー大好きっ子なんで5凸で止めてるんですけども、普通に6凸にしても全然強くはなります。ただそこら辺は戻せないんで、選んでいただければと思います。はい、こういった形で、ね、新しいベネットのピックアップが来たってことで、少しでも参考にしていただければということで、今回このような動画を上げさせていただきました。よければチャンネル登録と高評価の方していただいて、また今後ビルド動画であったりちょっと見ていただけると非常に嬉しいです。こんな形で考察とかやったりとかしてるんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、でライブやってるんで、生放送ね、かなりたくさんやってますんで、よかったらコメントして結構絡んでくれると嬉しいです。 いろいろお話ししましょう。はい、ということで今日の動画はこれで以上です。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後に、ベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。